坂本龍一さんがお亡くなりになったそうです。ラストエンペラーやね、 YMO などで皆さんもその名前はご存知かと思いますけども、最近はですね NFT という概念と坂本龍一さんが結びついたわけなんですよね。坂本龍一さんといえば、まあ、世界的に著名な作曲家であるとともに、まあ、自然活動家というジャンルがあるのかな、なんかこう世の中の平和やね、あの自然を保護することを訴えかけていた活動でも有名なんですけども、まあ主には作曲家ということなんでしょうね。でその音楽コンテンツに NFT を埋め込んですぐに5000万ほどのね価格がついたということでも有名ですけども、まあ71歳ということで、まあ今の感覚がすると結構若い感じですよね。いつの間にか時間が過ぎて、私も中学の頃ね、坂本龍一さんが音楽を結構立て続けにリリースされたことは覚えているんですけども、まあ積極的に聞くことはなかったんですけどもね、まあ今こうやって訃報を耳にして目にした時に、ああもう新しい作品は作られないんだなという思いとともに、その AI っていう仕組みっていうのはある特定の人物になり変わることができるらしいですよね。というのがね、国会の答弁も AI によって作成することが可能らしいんですよ。つまり国会の答弁書ってのは過去の前例とか法律のいろんなねロジックとかを組み合わせて、矛盾のないように最適解で回答する、それが答弁書になってできてきて、いろんな質問に対して最適な答えを出すっていう風なね、まあパズルみたいなもんなんですよ。まあつまりこれは人間がやらなくてもいいことなんですよね。全てロジックなんで。そうなってくると、まあ、ちょっと脇で見たんですけどもね、岸田総理に対しての質問と答えをこれ AI でやった方がいいんじゃないかと。岸田総理は結局曖昧な答えしかしないから、だからベストな答えがね導き出せない人間の知恵の限界というものがありますんで、まあ、だったら瞬間的に過去データをね履歴して、その中で、まあいろんな回答を作り上げる AI の方が優れてるんじゃないかなっていうところがあったりするんですよね。まあ、今ね人間よりも優れた回答を出すのがこうやってテクノロジーという時代が来てしまった、シンギュラリティっていうんですけどね、人間には感情とか個人的な損得とか恥とかプライドっていう概念があるんで、どうしても最適な回答だと分かっていてもそれをごまかして別の誤解させるような回答を、あやふやな回答をねするような策に陥るわけなんですよ。まあ、そういったのが積み重なっていって、世の中をねミスリードしても全く意味がないというところもありますし、最近ではね少子化対策っていうのがあるわけですけども、蓋を開けてみたら少子化をさらに進めるようなね法案になっているというね、これは一体どういうことなんでしょうかということですけども、まあ、それぞれ関わる中間団体の利益を確保することを考えると、国民から吸い上げて、そしてそういった利権団体に利益を分配して、国民の還元はほとんどないという形になったということですよね。まあ、坂本龍一さんとはあまり関係ないんですけども、坂本龍一さんはそういうふうな世の中の体制もものすごく憂いていてですね、そして音楽に込めて私たちに伝えてくれたんではなかろうかと思います。ご冥福をお祈りします。